それならもっと早くに言ってくれればよかったのに。わかりました。私でよければ勉強の手伝いをさせていただきます。本当ですか、ネネ先輩？ごめんね、迷惑をかけちゃって。気にしないでください、友達なんですから。ネネ先輩ありがとうございます。苦しいです、ひなばさん。星野くんもありがとう。ヨーガス、そういうことなら私もお手伝いしましょう。はぁ、あ、何その反応。失礼しちゃう。こう見えてもお姉さん成績はそれなりにいい方だよ。戸隠先輩はご自分の勉強もあるのでは？平気平気、この時期になると授業も一通り終わってて、あとは弱点克服とかに目を向けられてるから試験も実力テストとそう変わらないの。そうなんですか。大変そうですね、範囲がないって。大変なのですよ。だから一部を重点的にじゃなく全体的に勉強する必要があって、 1,2 年生の授業内容を復習するのはいいことだから。それにこれもパーティーを成功させるのに必要なことだもん。ぜひ手伝わせてほしいな。そういうことでしたらお願いできますか？うん、任せて。よろしくお願いします。はい、一緒にパーティーに出席できるよう頑張りましょう。わからないことは何でも聞いてね。